皆さんこんばんは。今日はね、この長野県産の何茶そばちょっとね、これ作っていこうかな。あ、これ食べて、あ、作っていくね、食べていこうと思います。これ、これ、ここまで読めばいい。豊かなお茶の香りと深い味わいをお楽しみくださいっていう。麺一筋茶そば。麺一筋茶そば。これどこかな。長野県産って、長野県産らしいね、ちょっとこれ作ってもらったのがあるんで、初めて茶そばなの。こんな感じ。あ、これいいんじゃないかな。結構うまい。お茶の香りがすごい。お茶が好きな人は多分全然 OK と思う、これ。でか、抹茶にも使われるんだろうね。うまい。いや、これね、お茶が好きな人はね、おすすめです、これ。本当にいい感じ。100円。なんか100円らしいんで、これ。まあ、よかったらね。スーパーとか、100円ショップ。よかったら、ちょっと買い、お買い求めください。おすすめです。では。